背中からそよ風が吹いてる。先ほど共同通信の世論調査を見たら、私たちの比例投票先が維新を超えました。国民民主党単独で衆議院に法案を提出できるようになる。今回の選挙は実現力を国民民主党に与えていただきたい。今ね、自民党入れるとか維新入れるとか引っぺがすの大変なんで、もう無駄な努力はやめてください。それよりも絶対行かないと決めてる人に、もう今回は国民民主党入れてくれと。それがそよ風がつむじ風になって、大きなうねりになって、風になって、そして日本を変える原動力になるんです。2枚目は迷うことなく国民民主党、よろしくお願いします。ありがとうございました。皆さん、もう一度の皆様にお集まりをいただいて本当にありがとうございます。クロノスカメラ前でこんなにたくさん